実は早小さい頃に2回全身麻酔で手術してるんですね。処置室に行ったところ、男性のお医者さんを見て点滴の針が曲がるほど暴れてふわふわひらひらの変態。皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。はやです。今日は寒くなってきましたね。はい、あやはやたちのお洋服も一段階熱いものに変わってきております。はい、今日はお話になります。寒くなってくるとパパママが必ず思い出すことがあるんです。実ははや今元気なんですけど、小さい頃に2回全身麻酔で手術してるんですね。はい、その時期がちょうど冬になった頃なんですね。あやはや覚えてますか？覚えとるんだけど、ちょっとあんまり覚えてない。まあ、覚えてたらすごいなっていう年代だったので、今日は皆さんにこんな病気があってはやも頑張って乗り越えてきたよっていうお話をしたいと思います。はい、生まれてまずはや1週間経った時にママの実家にはやを連れて里帰り来ました。で、その時に初めてあれちょっとおかしいなっていうことを発見したんだけど、ちょうど顎の下の内側ぐらいに米粒ぐらいのなんかポコっていうしこりと針で刺した穴みたいなのがあって、触ってもはや痛がらないし、なんだろうなと思って1ヶ月そのまま様子見ました。で、1ヶ月検診っていうのが必ずあるんですけど、それの時にお医者さんに見てもらったんです。そしたらその検診のお医者さんから、これは将来手術が必要になるかもしれないから大きい病院へ紹介状書くから行ってくださいって言われました。まあもうすぐ行きましたよね、手術って聞いたんで、えらい答えと。で、紹介状持ってた病院に行って検査してもらったら甲状腺舌管のう胞と診断されました。ちょっとだけね、詳しく説明すると、人間には甲状腺っていうのがあって、成長とともに喉の付近から下の方に降りてくるの。スーッと降りてった時にその通った後の筒みたいなやつがあるんだけど、それはもう使わないものなのね。だから自然に消えるはずなのに、ハヤの場合はなぜか一部分だけ残ってしまって、そこがこう嚢胞って言って腫瘍みたいに残ってしまったっていう形っていうのが、この甲状腺舌管嚢胞っていう。手術の時の名前はアテロームっていう名前だったんだけど、まあそのまま置いといても今のところは大丈夫ですが、成長するにつれて大きくなったり嚢胞の中の炎症を起こすと別の病気になってしまう可能性があるので、傷口が小さくて済む低年齢のうちに手術して取った方がいいよって言われました。ただ全身麻酔が安全に行えるっていうのが3歳になってからなんです。ハヤの場合は緊急性を要しないので、とりあえず3歳ぐらいまで待ちましょうってことで、その後数ヶ月に1回定期検診とか通ってました。で、2歳6ヶ月過ぎた頃に、まあちょっと体も大きくなってきたし、そろそろ手術しましょうってことで12月10日に手術を行うことになりました。で、その頃の写真があるんだけど、その写真が顎の下を見てください。一見二重顎に見えるんだけど、その二重顎部分がちょうどその全部嚢胞、中に入ってるのがめっちゃ不自然に、ここでなってる、そこに腫瘍が入ってたんです。こんな大きいの？はい、あの米粒ぐらいの大きさがそこまで大きくなりました。手術は前日から入院して当日手術っていうことになります。で、はや手術室に送り込んだんですけど、まあ嫌がって嫌がって、だけどまあそのまま預けました。で、手術が終わって最初出てきたんだよ、お医者さんが。で、パパは切除したその嚢胞を確認してくださいと、こんなもん取れましたっていうのを見てくださいと。で、ママにははや手術中にうんちしてしまったのでおむつ持ってきてくださいって言われました。あ、はいはいとか言って慌てて病室に戻っておむつ持ってきたっていうすごい印象があります。はい、で、まあ無事に帰ってきたので今笑い話にできますが、当日はやっぱりぐったりしててちょっと、あ、かわいそうだなと思いました。翌日からはまああやさんと檻の中の猿、赤ちゃんってベッドから落ちないように柵をするんですよね。その柵の中であやとハヤと大暴れ。ここからハ
早のお医者さん（男性嫌い）が始まりました。記憶ある？なんか全く記憶がない。手術してくれたお医者さんが男の人だったのね。入院中、やっぱ切った傷口を消毒しないといけないじゃんね。で、処置室に行ったところ、男性のお医者さんを見て、点滴の針が曲がるほど暴れて、その時にカルテに書かれたのは、この子は押さえつけないと治療ができないので、補助員が必要って書かれてました。で、次の日、ママと補助員さんと早で、処置室行ったのね。そしたらなんと、綺麗な女医さん。早。全く暴れることなく、うわー、変態だ、変態だ、知らない、勝手になってたな。で、女のお医者さんもうカルテに暴れるって書いてあるのにって言ってすごい困ってました。だけどやっぱその情報がいったらしくって、それからその傷口の治療はその美人の女医さんにずっとやってもらってました。ふわふわひらひらの変態や。違う、はい、これが1回目の手術です。いいですか？2回目は何取ったの？え、思うでしょ。まあ1回目の手術の後ちょっと早見せてもらえますか。顎、あ、あ、塗ってある。ここね、こっからここまで今塗ってある跡あるんですけど、塗ったってか切った跡が、まあ、白く残ってるんですけど、まあ今はちょっと成長して大きくなってますが、最初はもっとちっちゃかったんだよね。今手術するとそれよりか大きいところ切らないといけなかったから、やっぱちっちゃいこれやってよかったかなって思います。はい、で2回目の手術です。ちょうど1年後、そう、3歳半、冬です。で、前日からなんかちょっと舌が腫れてるかな感があって、でもご飯を普通に食べてたから、まあ今日はお姉ちゃんの保育園で行事があるから次の日でも病院行こうと思って様子見てたんです。そしたらその日の夜寝ると、その舌が喉の方に入るらしくって、もう息がしづらいのかむせて起きててたのね。もう本人も立てかけると普通に寝てたので、はい、ちょっと抱っこして寝かせて、もう日が明けたらもうすぐ病院行きました。早っ。で、地域の緊急病院に行ったら、ここでは詳しく検査できないからもっと大きい病院行ってくださいと。で、まあ一番無難なのが、一番最初の1回目手術した場所、ハヤのカルテが残ってるからそっち行ってくださいと。で、紹介状書いてもらって行きました。ここでも男性医師大嫌いのハヤは検査のたびに大暴れしました。で、検査してもらった結果何だったかというと、1回目の手術の再発でした。同じ病気が2回目起こったんです。はや、これっていうの結構稀なんだけど起きました。で、今回はこの外から取るのではなくて、舌だったので口の中から切って取らないといけないね。でもとりあえずこのまま舌パンパンのままではもう炎症を起こしてるので手術できないので、舌のところに注射器刺して中の炎症を起こしてる液体、海みたいなやつをシューって吸い取る処置しました。どんなのが出たかというと、まあ量だけを聞くと、卵のゆで卵すると黄身があるよね、黄色い部分、あれぐらい口の中入ってたらしいです、舌の中に。で、それを抜いたことによって舌がパンパンだったのがへこみました。めちゃくちゃへこんだ。うん、へこんだんだけど、しばらくちょっと口が開けづらいみたいで、なんかはーっていう顔の写真ちょっと残ってるんですけど、で、その直前の口腫れてる時の舌の様子も写真あるんでちょっと見比べてもらいたいんですけど、なんか舌丸いかなっていう印象が受けると思います。そのまま様子見で一泊入院して家帰りました。で、手術は1月の19日。めっちゃ待っとるやん。1ヶ月炎症収まるまで待ったので1月19日に手術決定しました。処置のため入院したのが12月14日。だから1年、ほぼ1年後に再発したってことだよね。翌年1月19日再入院しました。で、また全身麻酔で口腔底腫瘍摘出術って言って、まあ口の下の方のやつの腫瘍を取りますよっていう手術を行いました。まあ恒例ですけど、手術室入る前大泣き大暴れコンボ、うわーとか言って、もうそれでもすいませんお願いしますって預けました。で、やっぱ手術室から戻ってきた時、今度はびっくりしました。ストレッチャーってわかる？病人を運ぶこうカートみたいなやつあるじゃんね。あまりにも暴れるから
暴れないように固定する器具で出てきたのね、はや。だから、すいません、暴れるんでって言ってお医者さんに言われました。ですが、はや、よっぽど嫌だったのか、それもかいくぐって出てきました。はぁ、ママびっくりしました。もうちょっと、手術後なんで落ち着いてくださいと。だからそれぐらい本当にお医者さん嫌だったみたいです。女の医者さん辞めへんの？あの、担当医は女の人だったんだけど、手術する人は、一番最初に1回目手術してくれた先生のまんま手術してくれたもんね。あ、処置はその後女の先生だったんだけど、うん、女好きねって言っとるよ。はい、痛いな。今回は口の中切ったので、しばらく飲食は痛がってしないよって言って、だから点滴つなぎました。なんですが、はや、意識がはっきりして落ち着いてくると、ジュースと処方され、で、担当医に聞いて、あげていいですかって言って、喉乾いてるみたいですって、えーって顔して、まあ、痛くないんだったらって言ってジュースあげたら、まあ、それバキュームカーのようにすって、この子は食には困らないだろうなと思いました。バキュームカー。バキュームカー。さあ、食事普通に食べれたので、すぐ点滴外しました。もうご飯食べれるんだったら、外していいよって言われたので外してもらって、まああとは病気で入院したわけじゃないから、もうフリーダムなのわけなんでね。病院中結構歩き回っていい状況にあって、病院でおもちゃルームってあるのね。あの、子供だけがおもちゃ遊べるところ。そこに入ってはずーっとこうおもちゃしたり、隣のベッドで寝てる子をこう、覗き込んでナンパしたり。変態や。ちょっと結構ね、あの、ちっちゃい子がようやってたんですけど、それやって過ごしてました。でもやっぱり男性医師が来るとすっごく嫌そうな顔してました。あやさん、パパと一緒に来てくれたのね、お見舞いに。帰るときに、はやと、ママ帰らないの一緒にって言って車の中で泣いてました。まあ今からは想像できないかなっていう姿なんですけど。帰りたくない？はい。まあその頃はね、これ今と違って結構仲良しだったので、はい、喧嘩はやめ。はい、仲良しだったのでそういう秘話もありますが、というのがはやの2回目の入院の詳細でした。で、今はもう8歳なので5年ぐらい再発してないんですけど、ね、この時期になると1年後で再発したじゃんね。またか、大丈夫かな、大丈夫かなって言ってすごい心配しております。ね、普通の風邪とかで入院っていうのも、はやもちろんあったんです。え、待って、ありました。風邪、風邪だけで？あの、ちっちゃい頃って高熱が続くと危ないからって入院する可能性があるんです。あやはそれで心配して病院行ったら、この子大丈夫ですからってスマ返されました。はやは、まあ、ちょっと大丈夫かなって連れてたら、もう即入院してくださいと。酸素濃度薄いんで行ってくださいって言われて、入院しております。で、はやはもうほんとちょっとちっちゃい頃は病弱だったんで、親も心配してましたが、こういった病気、やっぱ赤ちゃんとか子供って何かかるか分かんないから、ね、不安っていうこともありますけど、だけど今はこんなに元気に育てますっていうのを報告したい動画でした。はい、私は健康に育ってよかったと思います。今のところ無遅刻無欠席で頑張っています。ラーメンってこと大好きちゃうから大好きちゃうから、うまい。食べる分だけ元気ってことだよね。今は僕元気です。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。よろしくね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。